あとあれだな、あっちのゾンビがいたとこ帰った方がいいかな。これ喋るとかこんないらないんですけど、ここは行き止まりは埋めよう埋めよう、分かりづらいから。よしで、ここもまあ埋めるほどでもないけど埋めとこうかな。まあいいか、こいで。であとはここ、あここだよね確か。あれいなくなった。ゾンビーさんがいなくなったっぽい。いなくなった隙に松明をとにかく松明を置きたい。うわ広そう広そう、なんだよここ。これ何、掘れるやつ違うわ。砂利じゃん。ちょっと採掘をする前に明かりをつけましょうって感じ。って感じ。ここは行き止まり。こっちは広そう。広そうだな。これ三つ行くとこある。これもしかして。どっから敵が出てもマグマがある金がある。金とここは後で来ようかな。この上がね、怖いよね。敵は来そうだもんね。敵は来そうだもんね。え、なんかいる？あれ？明るくない？あそこ。あれ？またマグマあんの？マグマあるわマグマ多くない？本当にどうしようかな。とりあえずここを割らせて埋めるか。これ明らかに危険だよね。これ埋めようも置けないんですけど、なんで？なんかスケさんの音が聞こえる気がする。なんでこれたまに置けないんだろう。まあいいか。どっから音すんのこれ。上かな。
それっぽいよね。目を目を目を、怪しいところは埋めよう。よし、うわ下にもある。さすがにダイヤとかはないな。私なんかこれもっと緩い感じでやろうと思ったら、なんか洞窟探検ばっかりだ。よし、ここはもういいかな、こっちは。埋めましょう、埋めましょう。埋まった？埋まってない。よし、埋めた。で、ここは何？違う。あ、ここなんでもないじゃん。ここなんでもないから埋めましょう。よし。で、あー、この奥があれか。危険危険危険、暗い。金、金を掘って金持ちになりたい。暗くなっちゃうんだよな。だいぶ長い間、あれ？こっち行けんの？もしかしてこっち行けんのか。あ、行き止まりだった、よかった。でここも埋めたから、ここもどう埋めようかな。たいんだけど、よし、オッケー。だんだん道がなくなってきてるから、最後は一本道になるはずだ。多分ね。鉄鉄。アイテム持てなくなったら真っ先に溶岩にシャベルを捨てよう。よし、鉄ゲット。余裕がなくて行きに取れなかったやつだから、これが帰り道だ。あ、一応左側に置くようにしてるから、それを目安に帰れば。きっと帰れるはずだ。
ちゃおうか。見通しが良くなった。だいぶレッドストーンと鉄とかが溜まってきたけど、なかなかねダイヤまではいかないんだよね。っていうか廃鉱が全く見当たらないんですけどね。なんかありそうなありそうな感じはしてんだけど、いや全然見当違いなのかな。マグマがすごいあるだけで。おお、鉄。これしばらくはなんか資源に困らなそうな。が終わったらカカオ豆を探しに行きたいよね。これほとんどあれだよね、マルチでやってんのとやってることが変わらなくなってしまう。今のところ洞窟探検して明かりをね。で、怖い。ここ行き止まりか。多分掘ればなんかその先に行きそうだけど、とりあえずはいいわ。ていうかもうここ見たな全部。あとここ掘って終わりか。自分がね今どの位置にいるのかも分かんないねこれ。よし、でこっちは全部見終わったから埋めとこうかな。埋まったね。これでもう全部行ったな。てかこれ帰り道だ。うん、終わり。ここの洞窟終わり。ちょっと待って、地図をさ、私は一体今どの辺りにいるんでしょう。あ、そんなに、あ、てか本当あれだね、畑の真下だこれ。畑の真下らへん、もしくはあの馬の下らへんだな。よいしょ。この洞窟は全部見終わったから、上気になるな。気になるけど行かない。帰ろ。地上に帰ろ。ここは危険だ。だいぶ掘ったね。うわーって、どっから声聞こえてんのこれ。絶対さ、これ横掘ったら絶対次の洞窟見つかるよね。もういいよ、ここいいよ。いやもう洞窟パートいいよ。これ夜じゃない？もしかして夜っぽい。しかも出れない。あ、うわーとか言ってる。まあいいか、地上だったら死んでも。
わあすごい後ろで。いて。痛いわ。どこ行った？クモ。よし頑張った。頑張った。食べてこうかな。いやただいまみんな。ワン。ワンワン。とりあえず朝にしよう。怖い。ワン。わあ朝になったー。とりあえずなんか持って帰ったの。これ間違えた。あれ？レッドストーン。レッドストーン超大量じゃんね。っていうか、鉄もすごいいっぱいあるな。金。まずここですね。砂利はなんかね別のとこに置き場があるからそこに持ってこう。食べ物、腐った肉は狼の餌になるんで。火薬だいぶなんか金とか揃ったな。もうこうなってくるとなんか鉄装備持っててもいいかってなってくるわ。そんなにケチらなくても。とりあえずここにいろいろ意識があるから持って帰るかな。ちょっと向こうの洞窟行きながら羊でも探すかね。とりあえずここに入れておく。地図がいるな。コンパスね、これあんまり意味ないんだよね、持ってても。スルハシ。まあいいや。ねえ。さあこのあとどうするかっていうね。今通ってるな。とりあえずここに明かりを明かりをつけましょう。こことりあえず明かりをつけておけば何も怖くないんだ。よいしょ。でも適当に、こんな置かなくてもいいかもしれない。こんな置かなくてもいいかもしれない。
大量の鉱石が集まったので洞窟探検はしばらくいいかなっていう感じなんですけど、狼も捕まえたしね。高いなぁ。羊が草食ったとこしかわからない羊が草食ったとこしか、てかほんと木がないねこの周りね。まあいいんですけど、こえーこえー、これちゃんとうまく降りられるかな。とりあえず私あのカラフルなあの羊を使ってね、ちょっとオブジェクトを、あ死んだオブジェクトを作りたいんだよね。やべ、今シフト押してたのにちゃんと押せてなかったのか。まあでもね、ここで死ぬのは何回目だろうって感じだ形台を作るのにだいぶ死んだからな。とりあえず羊がの色が全色揃ったら、ここにね陸地を作りたいんだよね。ディズニーランドみたいな夢の島を目の島をここにちょっと作って、ここら辺に、オブジェクトを作れればいいなと。そのためにはカラフルな羊の毛が大量に必要なので、まあ、またちょこちょこ進めていこう。これね、檻途中だしね。例えば着色料作ってた気がすんだよね。どこだ？黄緑ないか、グレーないか。1分が足りないかも。作れたよね確か。よし、2色あれば、よし2色あればオッケー。そしたらオープンとイカスミと緑がいらないと。よし、ちょっと羊をグレーと黄緑に染めてこよう。ちょっと次のパートあれだね、カカオ豆を探しに行く感じで、わー鮮やかすごく鮮やかな色だった。これであと一色だな、茶色だけだ。よし、繁殖させよう。繁殖させたついでに君でも飼ってこい。間違えた攻撃しちゃった、ごめんねごめんね、悪気はないんだよ。ほらほら、餌あげるから、はい、仲良くして。さあみんな来るんだ。だいたいね4匹ずつにしたいよね。
フェス。まあいいや。4匹なってとかも別に出さなくていいんだよね。この毛を刈るだけで一仕事。入るの早いわ。いいね、こう色分けでね、分けんの大変だったけど、こういざちゃんと分かれててくれると結構楽なんで。夕方になっちゃったな。やべ、どれが緑だっけ。3匹ともあげて、お、生まれたもん。君たちは違うな。あれ、もう毛生えてたね。黄緑、早いな。お前も早いな。やっぱ4匹ぐらいで十分だよね。あんまり活動したくないんだけどね、まあ、多分柵があるから大丈夫じゃないかな。どうでしょう。黒いよ君たち。これどこだっけ。ここだ。邪魔だ。よし、次ピンク。こら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 。やっぱ締めないとダメだね。もうこれ全色貼るだけで大変だわ。あとこいつだけかな。あそこ開いてんじゃん。カラフルだな。違うわ。さあ帰ろ。帰ろ。次はカカオ豆探しかな。おやすみおやすみ、ももおやすみ。